1971年11月9日初期搬送訓練のため練習生75名を乗せ鹿児島から神戸に向かう。翌10日宮崎細島の東20マイルの海上で機関停止、搬送のため送搬作業にかかった。ルーズオールセールズの号令で全学生がマストに登り、各ヤードに小箔してある砲を解く。そしてマストから降りた学生たちの手で全般作業が始まる。アウタージブ、インナージブ、ロアートップスル、アッパートップスル。このアッパートップスルはヤードごと引っ張り上げるため20名ぐらい人力が必要。風をはらんでいると約3トンの力がかかるという。そしてフォア、ロアートップゲルンスル、アッパートップゲルンスル、ステーツル、バンカー、ガフトップスルと転搬され続けていく。この間30分、船の甲板上は人と綱の凄まじい戦場と化す。